女優からホステスに転身し話題となった山崎千里さん。その理由として枕営業の噂が立って芸能界を干されてしまったとの情報もあるようです。今回はそんな山崎千里さんのプロフィールや様々な噂について見ていきたいと思います。本名山崎千里、生年月日1962年4月24日、年齢56歳、出身地京都府京都市、血液型 A 型、身長163センチメートル、体重42キログラム、活動内容女優、ファッションモデル、エッセイスト、ビューティーアドバイザー、 DJ。 山崎千里さんは京都府京都市で1962年4月24日生まれの現在56歳です。個人事務所であるサウザンドウェイに所属し、現在は主にファッションモデル、ビューティーアドバイザーとして活動を行っています。映画監督山崎大輔さんと、そして元女優三山礼子を母に持ち、年の離れた弟が一人というのが彼女の家族構成です。山崎千里さんが芸能界入りしたきっかけは、高校在学中の1979年に NHK 朝の連続テレビ小説あゆの歌のヒロインオーディションに合格したことがきっかけで、これを機に芸能界デビューを飾りました。もちろん当時は清純派女優としてデビューを飾り、当然このドラマで注目を集めた山崎千里さんは、その後も様々なドラマや映画に出演し、人気と知名度を獲得していき、例に漏れず女優として順調なステップアップを飾っていくことになりました。当時話題となったスチュワーデス物語や NHK 大河ドラマ命等にも出演し、清純派女優として順調にステップアップし、将来を期待される美人女優として各方面から注目を集めていたそうです。この頃の山崎千里さんは、現在の山崎千里さんとは正反対のキャラ設定で、現在の山崎千里しか知らない方なら同一人物と思われるかもしれません。そんな山崎千里さんに転換期が訪れたのが90年代でした。ボンテージファッションに傾倒していた山崎千里さんは、自身の清純派女優としての伸び悩みも感じていたこともあり、これを機に一気にセクシー路線へと舵を切りました。1992年にスコラから刊行された写真集アナザースキンを皮切りに、その後数冊にわたって際どいセクシー写真集を発売します。周囲の反対を押し切ってまでボンテージ衣装写真集を出した理由は、着てみたかったという好奇心だったそうです。それに合わせ女優としての役柄もそれまでの清純派のものではなく、妖艶でセクシーなキャラを演じるようになりました。その後も過激な写真集などの発売などで話題を集めていきますが、ある時を境にメディアから姿を消していきました。それを機に今度は活動の場をファッション業界にシフトし、自らはモデルとして活動を展開していきます。もともと山崎千里さんはファッションと美容に軒並みならぬ関わりを持っており、その関わりはウエストのくびれを美しく見せるためにあばら骨を2本除去したほどです。そうして自身はモデルとして活動を開始したのですが、ジャパンモデルエージェンシーと山崎さんが代表を務めるサウザンドウェイとの間で専属契約に関する法的トラブルが発生しました。この一件はその後2016年に無事和解となったのですが、その後こちらとの専属契約が終了となったため、現在はモデルとしての活動は行われていないそうです。その後は54歳の時に突然ホステスへの転身を発表しました。芸能界から身を引き、夜の銀座でホステスとして生きていくという驚くべき転職を行います。どういった経緯で彼女がホステスになることを決めたのかは定かではありませんが、これによって女優山崎千里はホステス山崎千里になりました。ホステスを簡単な商売だと考える方も多いかもしれませんが、さまざまなお客に対応しなければならないホステスは逆に大変な職業です。しかも山崎千里さんが選んだお店は日本で最もレベルが高いと言われる銀座のクラブでした。しかし2018年までにすでにホステスを辞めているそうです。実際に山崎千里さんがホステスとして働くお店に行った方もいるそうですが、その人物曰く、とても山崎千里とは思えなかったということだったそうです。50年早ければどうにかなったかもしれませんが、さすがに50代半ばでは厳しかったのかもしれませんね。昔は
その端正な容姿で世の男性たちを魅了し続けたして山崎千里さんですが、現在の姿がかなり悲惨なことになっているそうなのです。現在56歳の山崎千里さん、当然これぐらいの年齢になれば劣化は避けられないところですが、その劣化具合がやばいとネットで話題になっているそうです。もちろんどんな美人も昔と比べればそうなりますが、山崎千里さんの場合、昔はあんなに綺麗だったのにと驚いてしまうようなレベルの劣化具合だと言われています。山崎千里さんは現在は削除されていますが、インスタをやっていて、そのアカウントに現在の様子がわかる画像を多数アップしていたのですが、思わず目を疑ってしまうような画像ばかりだったようです。彼女が現在目指しているのはギャル的な見た目なのかもしれませんが、彼女は56歳という年齢ですから、もし本物の20代女性と並んでしまえば明らかに無理な若作りだと思い知らされてしまいます。昔の山崎千里さんと比べると、メイクや髪型もそうなのですが、全くの別人と言っても良い印象です。これは劣化と言われてしまっても致し方ないところです。山崎千里さんの顔は年齢によってかなり変化しています。それはもちろん年齢による自然な変化ではなく、明らかに人の手による人工的な変化で、つまりは整形ということです。以前の姿とは似ても似つかない変わり果てた姿に美容整形が疑われてしまった山崎千里さん。彼女は昔から整形女優と呼ばれており、常に自身のアップデートを行いながら現在に至ると言われています。彼女はこうして自身のアップデートを繰り返しながら現在の容姿を手に入れたようですが、どうやら今は益若つばさに憧れを持っているようで、彼女に近づくために現路線のアップデートを行っているそうです。そんな山崎千里さんですが、今も変わらずスタイルは抜群です。全く衰えることのないそのプロポーションは昔と何ら変わりがありません。こちらは整形でどうにかできる範囲が限られているため、食事や運動にも相当に気をつけているようです。また8歳下のグラフィックデザイナーと結婚した山崎千里さん、政財界の名士や子孫、青年実業家、美容外科医らと浮き名を流した彼女でしたが、ドラゴンアッシュファン同士として知り合った8歳年下のグラフィックデザイナーと意気投合し、事実婚状態の末に正式結婚しております。そんな山崎千里さんとこの男性ですが、実はすでに離婚しているのではという情報があるそうです。事務所側が記者からの問いに答え、山崎千里さんとこの男性とは本当に離婚していることが明らかとなりました。山崎千里さんとこの男性の離婚に関する正式なコメントは出されてはおりませんが、この件で事務所に確認をしたマスコミによると、所属事務所はこれを認めたそうです。ただ事実は分かりましたが、離婚理由や時期に関しては依然分からずということです。そして山崎千里さんが芸能界からフェードアウトしていった理由には諸説さまざまな見解があるのですが、最も有力な情報と見られているのが彼女の枕営業疑惑のようです。彼女には枕で仕事を取っていたという噂があり、これが引き金となって芸能界から完全に干されたのではないかと言われているのです。彼女の枕相手には業界の大物も多数いたと言われており、これらの人物が山崎千里さんの枕疑惑が表沙汰になる前に彼女を芸能界から追放したというのが、彼女が芸能界から干された理由と見られています。山崎千里さんの枕疑惑を暴露したとされる人物もそれなりの権限を持つ立場にいた人物らしく、彼は自身が山崎千里さんから枕営業を受けたと暴露しています。もしこの枕疑惑がただのガセネタならば、彼女も干されることはなかったのかもしれませんが、これに呼応する形で彼女のメディアへの露出が一気に減少したことを考えると、実際に枕営業は行われていた可能性があるかもしれませんね。54歳で銀座のホステスに転身するなどして話題を集めましたが、今年数年ぶりとなる写真集を発売するなど活動も活気づいているようです。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。